7月13日は、グレゴリオ歴で年始から194日目にあたり、年末まで、あと171日ある。ハールレム工場船終結レゾリューション号と、アドベンチャー号、プリマスを出港。画像は翌年、タヒチに停泊する両船アメリカ合衆国で、北西部領土の統治法を定めた、北西部条例可決。右画像は記念プレートロンドンのウォータールー駅。 海峡南北戦争下でニューヨーク朝兵暴動発生ビルヘルム一世とフランス大使バンサン・ベネデッキティとの会談の結果を伝えた電報の文面をビスマルクが改ざんし公表したエムス電報事件。不屈戦争の引き金となった。右画像は記念碑フランスがタイに領土の割情を迫ったパークナム事件ハリウッドにハリウッドの看板設置。画像は1970年代に撮影。 この後1978年に鋼鉄製に作り替えられた第1回 FIFA ワールドカップ開幕。右画像は決勝の前半で使用されたボールボスニアヘルセゴビナ紛争スレブレニッツァの虐殺。8000人超が犠牲となった共和制ローマの政治家ガイウス・ユリウス・カエサル誕生。右画像はピエトロ・ダ・コルトーナ・クレオパトラを エジプト女王 SL カイサル植物学者、アラン・カニンガム・フランス第三共和制、第二代大統領パトリスド、マクモーン誕生ーン分離派の建築家、オット・ワーグナー誕生。画像は、カール・スプラッツ液用画家、青木茂右画像は、和田味の色好みやルービックキューブを考案した、発明カルビクエルネ誕生武将、真田正幸・サボツロマの不調創死者。 モスクワ・ロシアのツァーリー、ミハイル・ロマノフボツ・エド・バックフ第9代将軍、徳川・家重ボツ山岳派の革命指導者、ジャンポール・マラー暗殺される。画像は、ジャック・ルイ・ダウィットが現場で描いた、マラーの死アメリカ西部開拓時代のガンマン、リンゴ・キット、死体で、発見有機化学者、アウグスト・ケクレボツ。ベンゼンのケクレ構造を、発見新古典派の経済学者、アルフレッドマーシャル邪神化。ジャシンカ アルフレッド・スティー・グリッツ・ボツ。中央画像、ベネツィアの運河、右、エレン・コーニガー作曲家、アルノルト・シェーンベルク・ボツ。四重奏曲、第2番作品10より第4楽章を聞く、半物質研究の第一人者、物理学者、パトリック・ブラケット日本標準時制定。画像は、アカシシツ天文科学館と、その館内にある、親時計。ありがとうございます。